カイオスと、ハイキシの夫婦デュオ、リズミカルガスの雑草トコ、トントパン、タコちゃんでございます。本日も、虹色動画、張り切ってやっていきましょう。紫色草、親子で、介護予防。無理せず楽しく活性化。はい、本日は、親子で健康度チェックの、ナンバー6。足の健康度チェック行ってみましょう。はい。さあ、足ですよ。足の健康状態。人間は足から老いると言われております。そのぐらい足は重要でございます。まあ、筋肉量においてもですね、20代の時の筋肉量と60代の筋肉量を比較しましたら、上半身の場合は20歳から60歳で、まあ、減るんですけども、大体、加工して 70% くらいの筋肉量を平均的にキープできてると、いうことなんですけども、下半身に至っては、20代から60代で、もう、半分以下、20代の時の筋肉量の、もう 40% くらいに、落ち込んでいると、平均的にですよ。そういうね、傾向が見られてるということで、いや、これはね、そうなんですよ。んでね、この足が、置いていきますと、やっぱり行動とかね、動きがね、こう減ってきて、負のスパイラルにね、入っていくんですが、親子で介護予防。まずね、一つ目のアクティビティ、ウォーキングしようかなと思っております。ウォーキングはもうむちゃむちゃいいんですよ。脳トレにもいいですし、もちろんこう、有酸素運動で脂肪燃焼効果、体の引き締め、もう、ちょっとした筋トレ効果もありますしね。それから、ストレス軽減の歩行瞑想的な効果もあるので、もうウォーキング最強なんですけども、その最強のウォーキングを続けるためにも足の健康状態、これが非常に重要になってまいります。もちろん膝、足首、この関節も、股関節、これの関節も大事ですし、筋肉量のね維持も大事なんですが、足の指先のちょっとしたなんかこの、マメができてるとか、なんかちょっとこの関節がクッと曲がってるとか、なんかちょっと痛いとか、もうそれだけでももうね、もう歩くの嫌になってくるんですよ。まあ僕も陸上ね、親子で、青色草親子で、陸上もやってますから、わかるんですけども、ちょっと足の裏にマメができたり、ちょっと爪が、ちょっとなんかなってるだけで、もう踏み込めないんですよ。なので、この足の、健康度チェックはね、意外にっていうかむちゃむちゃ重要なので、今日今扱ってる本もウォーキングの教材の後半に載ってた健康度チェックなんで、この部分ね重要にねググッとね、取っております。今までの健康度チェックは10項目でしたが、この足の健康度チェック、足の症状チェックは18項目ございますが、やっぱ大事なんでやっていきたいと思います。それでこれ、その18項目すべてにおいて、対策をね、書いてくださってるので、まぁ、ちょっと柑橘系の皆さんと一緒にね、気になるところとか、まぁ、もう全部いきましょう。全部ね、大事なんで、全部こう対策もね、こうみんなと共有しながらやっていきたいと思います。まずこのね、足の状態を整えて、そしてですね、次回から行います。親子でウォーキングにね、つなげていきたいと思います。ウォーキングはこれ最高ですよ。その後、ヨガもしたいな。その後、脳トレ体操も、いやーもう筋トレもしたいな。さあ、チェック行ってみましょう。バーン！健康度チェック、ナンバー6。足の、健康度チェック、行ってみたいと思います。はい、いよいよですね、この健康度チェックが終わりましたら、親子でウォーキングに、入っていきたいと思っております。紫色草ラストの健康チェックでございます。足、人間はですね、足から老いると言います。もう上半身よりも足の筋肉量、足の状態が落ちていってフットフローになりますと、脳トレと介護予防、そして、健康体を維持するために必要な運動習慣が、その大事な運動習慣が続けられなくなります。ウォーキングが、ランニングができなくなります。筋トレができなくなります。ので、
これはね、重要です。早い改善が望まれます。はい。はい、特に足の指先とか、筋肉関節以外の指先とか、そういう小さなところでも、支障出ますから。はい、今日はだから、このね、教材にはね、18個の質問がありますから、ちょっと今日は、大事ですよ。なので、今から1番から順番に、質問していくので、今回ちょっと形式が違います。はい、1番の質問、例えば1番の質問いきますよ。親指、足の親指が、小指側に曲がっている。はいの人は、ここに1番で書いてください。そのさ、はいかいえ。はいかいえ。右足、左足っていうの？右足、左足、どっちかあったら言ってください。はい、まずどうですか？親指が、小指側に曲がっている。はいの人だけ書いてください。はい。あまなちゃん、はい。はい、解決策いきますよ。対策。足が、尖っていて、親指を圧迫する靴はできるだけ避け、足の指が自由になる履物を選びましょう。だから靴選び大事ですね。特に陸上をやってますから、ニューバランスのハンドシリーズどうですか？あれ、足に合ってます？あれしかダメだね。ああ、ほな、それでいきましょう。ね。あとアシックスもよかった。小さい頃アシックスもよかったですね。すくすくね。うん、すくすくね。ということで。そんな尖ったのは履いてなかったんですけどね。なので、ハイヒールパンプスとかなんかそういうの。あれが、ちょっと危ないですね。外反母趾ということですね、これね。いや、外反母趾じゃないって言われた。あ、だからそれに、そこで気づくて対策しておくと、外反母趾になりにくいので、そういう、ちょっと、そういうハイヒールとかは履かないようにしましょうということですね。履きません。はい、OK です。履くことがないです。はい。これは、ヒューガさんやたら言ってましたもんね。そうでしょ。だから自分がハイヒール履いてちょっとそういう、いや私ハイヒール履いてた。ああそういうでも意識があったんですね元から。うん、別にないけど。なんで そこはそういうふうに。ハイヒールが、うん、歩きにくいって知ってるから。ああその外反母趾にならない予防意識ではなくて、うん、ハイヒールがそもそもあんまり好きじゃないってことですね。そうですね。ああそうなんですね、意外と。ああそうですか。あまあでもよかったです。あまなちゃん気づいたんで、ここね、靴選びこれからも靴買い替えごとに、大事にしていきましょう。はい、続いて2つ目の質問でございます。小指が親指側に曲がっている、うん、そんなある？ないですね、ないですね。指さ、うん、こうじゃなくてさ、こうなの普通？こうじゃなくてこう。え、全然大丈夫やまなちゃん。なんで、あ、これがちょっとってこと？うん、これこんな大丈夫やな。長いからかな。長いからや。ここってさ、指が長いですよ。このレモンみたいにこうまっすぐじゃなくてこういうこと？こうなるってこと？はい、まあ、ちなみに小指が曲がっ、小指が親指側に曲がってる方への対策、指の周りに余裕のある靴選びをしましょう。こちらも靴です。靴です。曲がってるかもしれない。つま先周り余裕、若干の余裕ね。あんまり気にしすぎてもダメですよ、こんなもんは。曲がってるから小指か親指の方に。そんなね、1ミリ2ミリ大丈夫でしょ。絶対曲がってると思う。ほんま。ほんま。あら、あわなちゃん。あわなちゃん、これ。あわなちゃん、これも靴選びですよ。なんで？なんか、このね、指一個一個は長いで、あわなちゃん足を見せてあげて。あ、そっか。これ。この、指が、これ長い、長いから。で、大丈夫やろ、こんなん。でも、靴選びはちょっとこれから意識。引き続き意識でいきましょう。はい、続いて3つ目の質問です。指がへの字型に曲がっている。これもだから同じことやと思うんですけども、へってだから、へどっちにこう、こうこういうことかな。それともあこうや、こう指の指がこう前にこうだから、みんな曲がってないと歩けなくね。への字型だから、これが一個一個がこうグイってこう、これもキュッて勝手になってるってことか。うん、こちらも対策載っております。これもね、靴選びですね。靴のサイズを合わせつま先に余裕のある靴を選びましょう。なってないこれはなってない。これはなってない。だからつま先が詰まると関節がグッと曲がるってことですね。キチキチの靴履くとダメだってことですね。だから一足残り、ラスト一足で半額の靴、25センチしかないのに俺26センチなのに無理やり履いたら、そういうのはダメってことですね。それはないわ。いや俺あんねん、そういう。あんの？あんねん。お買い得やって思って自分の体犠牲にして買うことありましてん、これ。それはない。それやめてください、皆さん。まあそんな人いい品か。
はい。結局これ全部靴になるの？最終靴の最終なんか売り込みあるんかなこれ。まあだからちょっとやりますよ。靴。はい。靴以外ない。四つ目。爪がこの字型に曲がっていて、どういうこと？指に入り込んでいる。あ、巻き爪。巻き爪やねこれ。これないわ。これないですね。ない。これ。大丈夫大丈夫。これも、ね、対策はあります。靴。靴ですね。靴ね。はい。どこで靴じゃなくて。靴をあ、指を横に広げることができる余裕のある。あ、ワイドワイド。靴を選ぶことにしましょう。だって、はい。おかしない？売り込み。なんかこうタオルをこうキュッキュッってやるトレーニングとかじゃないの？あ、それは前、あの前の動画で、だいぶ前、1年前僕一人でやっててん、それ。それ、またそれやりますか？また、新しい。あれでも良さそう。あ、うん、今度また、そういうね、片端から勉強しますから、またいずれそういうコーナーも紫色くて出てくると思いますが、はい、とりあえず今んとこ原因は靴です。靴選び注意してください。はい、5つ目の質問。親指が痛む。これ足の親指が痛む。はい、もしか、あ、待って待って、これもしかあれ、はい、もしかして、はい、はい、これ、対策、靴のサイズ、靴です。靴のサイズ、なんかさ、はい、靴をここだから靴屋さん大事ですね。ずってやる、そういうことじゃん。だってまだこっから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 ですよ。はい、だって親指痛む。はい、次。絶対ないとは言い切れない。はい、6個目のだからあなたも靴選び。いや、靴完璧に毎回選んでる。痛いの？ハンドシリーズばっかり。あ、痛むことがあるけど、このアマナちゃんに関しては陸上の走り込みとかちゃう？え？まあ、だこれ18個やんの。ちょっと待って次6個目質問。小指が痛む。小指が痛む。痛む人いますか？親指はあるかもしれないけど小指はないわ。まあ、また仮にいたとしましょう。対策が載っております。対策はね、靴です。ちっちゃい靴履いてるってこと？靴のサイズを合わせるとともに足を平らに着地ず、あ、歩き方出てきました、歩き方出てきた、出てきた、うん、ちょっとね、平らに、歩くときに平らに、え歩き方やけど、えドシーンってこと？あ、これ歩き方ちょっとまたね、あ、次回からの親子でウォーキングで説明しますから、ちょっとこれはもう置いといてください。はい、はい、とにかく靴選び、とにかく今まで6個目の質問までは靴選びが重要だっていうことが載っております。はい、続いて7個目の質問です。思ってたんと違うな。かかとが痛む。かかとが痛むこと、人はありますか？いや、ないわ。かかとないわ。あ、これ僕あるんですよ。あの、筋トレした時とか、あの、ランニング長時間した時に、このかかと痛い時あるんだよ、僕。で、あ、でも今はないですけど。親指が痛むって何番？でも、かかと痛んだとしても。親指が痛む。結局は靴が痛む。親指は、親指5。親指5。かかと7。7と5。はい、まずかかと痛む方への対策、足裏全体に設置するよう心がけましょう。足の設置のことですね。あれ、靴関係なかった？関係なかった。できるだけかかとの部分の衝撃を吸収に優れた靴を選ぶようにしましょう。靴ですね。かかとにこう、なんていうの、厚底のナイキのなんか、あ、最近みんな前傾尖ってるやつね。あの厚底の靴ね。ナイキ買いましょうね。え、売り込みじゃないけど、でもだからそれだけやっぱり靴、ズームフライみたいな、ああいう、ああいうことですかね。うん。え、でも高でいい。多分これでもいいですよ。あのウォーキングランニングすることにおいてやっぱり靴選び、これ絶対でも重要になってきますもんね。だって陸上やるときに靴、あの1980円ぐらいの変な靴で走れへんやろ。やね、もういい靴履かないと。いい靴しか履いてないけど、けどもしかして、うん、悪い靴、悪いっていうか安い靴履いてたら、うん、そういう悩みになってくる、なってくると思いますよ、これ。あとおしゃれやねんけど足に合ってない靴、高くても足に合わないと運動できないですもん、これ。デザイン重視のやつね。そうそう、だからそれの意識づけっていう意味で靴が連発しておりますが、次ですよ、次大丈夫と思う。8個目の質問。そうやな、そういう場合もある。8個目、土踏まずが土踏まずが痛む。あ、全体的にあの薄い靴を選ぶな。はい、これ土踏まず合ってる。はい、これ土踏まずが痛む人対策ですね。靴
靴ですね。靴のサイズを合わせるとともに、靴が親指の付け根の部分で十分に曲がるものを選びましょう。ああ、そこ硬いやつ。ああ、多分。でも硬いと反発するけど。じゃあ、でここの前がこう。ああ、曲がらへんやつか。靴が大きすぎても、うん、靴が大きすぎていつも力が入っているか、小さすぎて圧迫されている、または靴底が硬すぎて、あ、それね、硬すぎて、足の親指の付け根の部分が十分に曲がっていないことが考えられます。でも厚底ブーツとかはダメなの？ああ、まあだからおしゃれで、これだからウォーキングランニング運動習慣へ向けての本やから、運動する上で厚底ブーツ履いている。運動の時に足元くる、いやいや、転ぶぞ。あ、その、それに近い、ちょっと運動靴っぽい出たんやけど、中、ハイヒールっぽい。え、そんなんない。シークレットブーツみたいな。なんかそういうのあるんちゃう？なんかその。あ、だから、うん、あの、普段のなんかあのさ、かわいいなんか、アディダス的なやつで、運動するな的な、うん、うん、アディダスじゃねんけど、なんか運動じゃない、おしゃれ系のやつもあるでしょ。うん、で、運動しないで的な感じ。うん、そういうので、は運動しないでってことですね。はい、次、足の甲が痛む。9番、はいはい、足の甲が痛む。足の甲って甲のここ、ここ。丸。めっちゃある。走ってる時とか、本当に、痛い時、はい。はい、これも皆さんね、お察しの通り、対策は靴です。重すぎない靴を選びましょう。軽い靴選んでる。あ、ほんだら、アマちゃんの場合は、トレーニングを結構頑張ってるから、ちょっと、痛い時は、休みながら、体調管理しながらトレーニングしましょう。はい、はい、続いてここそろそろ来てほしいな。そろそろ、土踏まず、あ、土踏まずで、これレモンちゃんの段、これね、足裏測定してくれました。しっかり土踏まずありますね。それ、はい、年中じゃない？年少、年少から、年少から。でもだいぶ変わってないから。年少から、はい、年中。年中？うん。これやっぱ土踏まずアーチ大事ですからね、運動する上で。はい、どうですか？はい、これね、レモンちゃん素晴らしいです。こっから歩き方とかがね悪かったりし、これも習慣で、これもハイヒール？なんかその靴とか歩き方、普段からガリ股とか内股歩行でやっていきますと土踏まずがなくなっていきますから、はい、この辺も、今後ウォーキング入りましたら歩き方一緒にね、情報共有実践していきたいと思います。さあ続きまして、ちょっと長いんでいきます。 10個目の質問です。かかとの裏に豆やタコができやすい。はい、あ、おかかと、うん、何豆、かかとの裏に豆やタコができやすい。10、ね、なんでさ、はい、他の人何もないな、書かれないわけ。はい、さ、原因対策いきましょう。これはね、原因は靴のサイズが大きすぎて。なんでなんで。これだから要するに、もうやだ、靴選び注意してください。はい、さあ続けまして、全部靴やん。はい、次、11個目の質問、やっと半分超えましたね。親指の裏側に豆やタコができやすい。こっちや、こっち。こっち。さっきの10番嘘です。うん。11番。ずっと、ずっとあります。もうほんまにずっと。これはまなちゃん、毎日走り込んでるからじゃあ、ちゃんと、ずっと陸上で、ちゃんと、つま先の裏で設置できてるからちゃうの？ここの、あ、ほんまや。ここと、あ、ほんまや。ここにはない。あ、あまなちゃん。これはだから、これ大丈夫なの？だってこれはだから野球部のバッターがぐっと素振りずっとしてて、ここに絶対豆できるでしょ、うん、そういう人じゃないんですか、うん、一応対策を教えてもらっていいですか？やっぱ対策大事ですからね。対策したいんで、はい、ずっとあるんで。11個目のずっと対策したいと思ってたんで。11個目ですね、今の。11個目。なんかさ、はい、対策がありました。はい、原因ですね、靴のサイズが大きすぎてズレを起こしているか、着地時に足先から設置していると。あ、だから、ウォーキングは基本かかとから設置しますけど、陸上の場合は、つま先設置、フラット設置、もしくはつま先設置でいきますので、それの努力の賜物だということで、いいってことですよ、これに関しては。ね。で、靴は原因ではないですよね。うん。多分、野口みずきさんとか高橋直子さんとか、ああいうオリンピアも多分豆できてますよ、そんな。はい。どっかに改善策を。改善策？
は、うん、だからこれに関してはあもう靴やんか、だから靴なん靴だからもう靴なんだから、あの半蔵買ってさらにこう中敷き買うとか、あ中敷き高いの売ってた、うんとか、もうでもそれはもう勲章や、だからこれも先ほど言ったトレードオフで何かを得るためにはこの犠牲にしてここをでも強くしてね、足をいたわりながら強靭にしていきましょう、うんね、ここはし、まあ、はい靴ね、きれいな前のできない足を維持しながら走りは速くならへんってことですよね、きっと、うん、うんうん、でもこのそれは走り込みむっちゃしてるしてないのにできてる人は原因は靴ですそれに関してはね、よっぽどやと思う、はい、いやでも、うん、そんなできる靴でも僕それまでね、あ僕も陸上やってたからちょっと意識あったか、そういう運動習慣なく来てる人もいるでしょ、違う文化系の吹奏楽とかそういうもちろんむっちゃおしゃれなモデルさんとか、モデルさんは意識するかな、そうだね、そうするとそのおしゃれ優先でいきますから、おしゃれ優先ですよ、そしたら靴、そしたらもうビビアンの靴とかだったらもうすごいのあったからね、まあ、ビビアンなんかもう10センチくらいのやつにさらにハイヒール的なね、あらほら、ね、そうだ、そういう人たちが呼ぶときにはもう靴やって、もう靴、うん、なるなるでしょ、なる、はい、続きまして10何個目か、これまた12、13、14、はい、連続できますね、はい、小指の裏に豆やタコができやすい12、13その他の部位に豆やタコができやすい、はい、14、あまず12、13ね、豆系ね、もう全部の豆系、足の裏の豆系、タコ系、これ全部ね、原因靴ですこれはもう靴と、靴のサイズ、靴のサイズ、歩き方、靴のサイズ、はい、はい、続いていよいよここからですね、いよいよ14番くるいよいよ土踏まずがない、これレモンちゃん足からありました、生なっちゃんもありました、タカちゃんもまあありました、ヒューガさんなんか前私扁平足言ってましたけど、あのね私土踏まずはあるとは思うんですけど、うん、こう横脚っていうのかな、うん、ああベタってくっつくんですよ、あかん足首関節が柔らかすぎるんかな、そういうこと、そうか、そのアーチがないってことや、だからねアーチは一応あんのか、ちょっとはほなちょっと親子で陸上で黒換しましょう、この丘を登ったり、そうそう、ああいう系はちょっと弱いかもしましょう、足くじいちゃうから、うん、あれめっちゃきつい、うん、まあちょっとどう、一応対策言っときましょうか、一応お願いします、一応お願いします、あの対策、はい、13、原因はですね、はい、靴のサイズが合っていないから、材質が硬すぎる可能性がありますので、あ、じゃあ14か、14、あ、ごめんなさい、今の13でした、14です、はい、原因はね、扁平足ということですね、原因は扁平足が考えられますが、対策、普段からスニーカー、サンダルなどの指の足の指が自由に広がるような靴を、だから履物を意識してください、靴を意識してください、そして歩く、走る機会を増やしましょう、はい、唯一そこの走る機会でちょっと坂道ダッシュ、はい、ヒルトレーニングやりましょう、はい、ね、はい、少なくなくな、はい、さあまだちょっとこれ今日はまあね、何番、14、次15、ちょっといよいよ足の裏から離れますよ、これ15、すねの筋肉が痛む、あ疲れやすい、あーシースプリントっていうことですかね、なんかそのすねの筋肉ね、こうあるよな、うん、かかと歩きしたらここのこのすねのこの筋肉、ここ、あこれあるでしょ、走ってたら あるなこれありますよ、生15番、さあこちら受け付けます、痛いですかって、え痛い人手挙げて、あれこれ原因ですね、はい、はい、靴が重すぎるか極端に軽すぎる、または他の部分の痛みなどが原因で力が入り、こうやっと出た、疲労が溜まっていることが考えられます、あ軽いのと疲労が溜まってる、うん、まあそうですね、まあ、靴に関係はあるんですけども、疲労
アマナちゃんの場合は疲労かもしれないですね、うん、その常に痛いわけじゃないでしょ、うんうん、あのほんなら疲労ですね、これはい、これ、陸上する上で、あんまりね、まあ、中学生になってくるとそろそろ走り込み筋トレやっていっていいんですけど、あんまりちょっとまだ15歳超えるまで16歳、高校生行くまではあんまりちょっと無理しないように、うん、痛くなって休んでください。はい、はい、続きまして、さあ続きまして、もう残りいよいよあと3つです。へえ、長丁場、もうすぐゴールです。はい、16、いよいよやっと上の方来た。すねの次、その裏大事ですね、これ大事ですね。ふくらはぎ、うん、ふくらはぎが痛む、疲れやすい。お、はい、第2の心臓、ふくらはぎでございます。ふくらはぎか、この間の鬼ごっこでも痛む、うん、ね、これ走るとふくらはぎ使えますね。16番ですね。わかんない、どうだろう。はい、これは、やっと靴から離れますね。はい、原因です。足の接地時、着地時に足先から先に着地しているか、他の部位の痛みが原因で力が入り疲労が溜まっていることが考えられます。これはですね、だからこれウォーキングの本ですから、ウォーキングはかかとから入るから、でもランニングはもう常にね、つま先の裏で設置するので、これはもうジャンプの連続でふくらはぎ使うので、今僕たちが言ってるふくらはぎの痛みっていうのはトレーニングによってちゃんとこう刺激が入れてるっていう証拠の疲れなんで、はい、2、3日したら治るでしょ、うん、あ、ほんならこれでまた超回復の意味も含めてパワーアップしてますから、これはもういいです。改善し、あの、いいんですね、いいんですね、このままあの靴でいいんですね、靴いいんです。改善策はだから、あの、靴じゃないですか、追い込みのトレーニングをしたら休む。靴じゃないですよ。靴だ、全て靴になっちゃいけない。そんなもん靴で全て改善できるのは14までや。それは15までや。それはね。はい。さあ、それでは続いて、ラスト2個。足首が疲れやすい、痛む。で、18が膝が疲れやすい、痛む。はい、これね。全部嫌。いいですね。全部嫌。うん。レモンちゃんさすが。お、素晴らしい、私。はい、これね、足首に関してはですね、これは着地時に衝撃を強く受けていたり、横方向へのバランスが悪いなどで力が入り、疲労が溜まっていることが考えられます。これが歩き方ですね、歩くフォーム。これフォームのは、だから次の終わりけど、ウォーキングで、一緒にやっていきましょう。続いて、だから左右のブレ、これはブレがこうありすぎると足首にこう負担かかりますから。わかる、なんか。うん、そう。最初走り出した頃そんな。あ、なってましたね。うん。あ、いつも痛い。で、あと膝ですね。膝、これ膝が結構重要ですね。あの歩く、ウォーキングとランニングがあって、まずなぜ、ウォーキングから入るかっていうと、ランニングはむっちゃ膝への負担が強いんですよ。もうジャンプの連続やから。だからまず運動習慣がない人、筋トレなどを取り入れてない人はまずウォーキングから。これ膝すごい大事ですから、膝壊してしまうと健康習慣をの一番大事な運動習慣がね、途絶えてしまいますから、これは重要です。膝が痛みがある人多いと思いますので、まず歩き方ちょっと一緒にね、共有しますので、その後無理を しないように膝大事にしてください。一応原因いきますよ。原因、対策じゃなくて、うん、着地時に衝撃を強く受けていたり、これも横方向へのバランスが悪いなど力が入り疲労が溜まっていることが考えられます。歩き方フォームですね。はい、対策、着地時の衝撃を衝撃吸収を十分にするように対処したり、最後左右への安定性が取りやすい靴を選びましょう。要するにね、靴選びですね、ポイントは。よかった、最後靴着て歩くフォームと靴選び、はい、もう受け狙い、ね、なんか芯がパシー通ってた、通ってますね、靴だ、こんだけ芯の通った書物を書く、これね、こと高吉さんの本なんで、またウォーキングの時に概要欄に貼っときますけども、歩き方においても僕読みましたけども、一本筋通っております。これは素晴らしい、フォーム完璧です。はい、なので期待できますね。はい、さあ、そんなわけでいよいよ次回から親子でウォーキング、まず歩き方編からやっていきたいと思います。さあ、それでは皆さん、良い靴選びをして、良いウォーキング、
アンチエイジングウォーキング健康習慣を手に入れていきましょう。それではまた会いましょう。せーの、ドーン。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。